エンヌボンは、フランス、ブルターニュ地域圏モルビアン県のコミューン。県南西部にあるエンヌボンは、ロリアンから1 0トルほどのところにある。大西洋からは1 5トルほどである。町を流れるブラベ川は、川口でスコルフ川と合流して、ロリアン湾に注いでいる。町は、ブラベ川の左右、東西に分かれて広がる。 エンヌボン要塞から落ち延びるジャンヌド・フランドル・ブラベ川にできた橋から、ブルトン語学者によると、町は、ヘンボントと呼ばれた。鉄器時代以降、ガリアのオッピドムが、ブラベ川沿いにできた。中世のエンヌボンは、ケメネーボエ領主が治め、1200年から1264年の間に、アンリ・デンルボンの命令で川を見下ろす、岩の上にモット・アンド・ベイリーが築かれた。 ウガンノサンカラデック教区がエンヌボン中心部の前身である。ブルターニュ港によってエンヌボンの町ができると古いケメネエボへのカウンティは解体された。エンヌボンは狭い川を管理する戦略的な位置にあった。13世紀半ば、ブルターニュ港ジャン一世はエンヌボンの封建領主制を廃止、城郭都市とすべくブラベサガンに要塞を建設し始めた。エンヌボンは たちまち広告の重要な要塞となり、この時代に数回の包囲戦を経験している。1342年の包囲戦は、ブルターニュ継承戦争の最中で、ジャン三世の後継を名乗り出たシャルルド・ブロワ・ハトジャンド、モンフォール・ハトに分かれて争っていた。シャルルド・ブロワがエンヌボンの城壁を包囲していた。夫が、フランス王国の捕虜となって不在にもかかわらず、 モンフォールの妻ジャンヌ・ド・フランドルが守備よく徹底抗戦を行い、エンヌ・ボン城壁を盾に避難した。降伏寸前の要塞はギリギリのところで、ブラベ川の流れを登り救援に来た、イングランド艦隊に救われた。包囲されている間、ジャンヌ・ド・フランドルは勇敢な戦いぶりから、火の女ジャンヌというあだ名をつけられた。数十年後、ベルトランデュー・ゲクランが再びエンヌ・ボン要塞を包囲し、 要塞をイングランド軍の中屯地とした。ユグノー戦争時代にはドンブ公爵が包囲戦に勝利している。16世紀にブルターニュ全体が繁栄と平和の時代を迎えた。この時代にノートルダム・デュ・パラディ教会がカジアのフランソワ・ミシャールの先導で住民の助けを借りて建てられた。17世紀から18世紀までエンヌボンの周辺では農業と 海上貿易が主体だった。コミューンには1500人から2000人の人口があった。エンヌボンは、また市場の街であり、行政の中心だった。1666年の場合、ロリアンの誕生がエンヌボンの優位性に終止符を打った。世紀を通じて、偉大な活気ある都市、エンヌボンには何も残らなかった。この時代に建てられた建物には繁栄の跡が見られる。エンヌボンの行政。 司法における優位性は18世紀半ばにインド会社が設置されたロリアンの方が優位になって衰えていった。1857年国立種馬飼育場が旧ノートルダムドラジョア修道院跡に移ってきた。エンヌボンはブルトンは開発の重要な土地となった。イギリスからの石炭輸入、そして地域産業であるソズを原料とした。 缶詰製造の成長を可能にするため、ブラ部川上交通の発展が確保された。戦艦機のエンヌボンは工業都市として知られ、郊外の新興住宅地が作られるなど重要な都市開発が進んだ。2009年12月9日、エンヌボンは日常生活でのブルトンご使用促進を進めるや、D、あるグレイジョに非検証を批准した。2007年の新学期初頭。 ブルトンごとの二言語初級学校で学ぶ児童は全体の5.6%だった。ありがとうございます。